皆さんおはようございます。ヨッシーです。今日も PUBG モバイルやっていきたいと思います。皆さん今日もよろしくお願いします。ということで今日はですね、新しいアップデートで、重機のバランス調整が行われたので、そちらの方をお話ししていきたいと思います。はい、今回ね2つの武器が、バランス調整されております。はい、まず DP28、こちらの武器ですね、取得時の弾薬数を増加させました。もともとこの DP を取得時に弾が30発しかマガジンに入ってなかったんですけど、それが、今回のアップデートで、47発になりました。はい、お次、腰ダメ射撃時の、射撃精度を向上させましたということで、腰打ちが当たりやすくなったということです。さらにまだあります。所得中のスプリント速度を向上させましたということで、何気に足がちょっと速くなってるんですね。この武器によって足の速い遅いとかあったのを知らなかったんで、まあ、こういうのがあってびっくりしました。さらにですね、四肢へのダメージを向上させましたということで、手とか足とかの、ダメージを上げましたということです。だから、DP はかなり、強く、バランス調整されたということになっております。はい、お次ですね、こちら上の M249、 こちらはどうなったかというと、基礎ダメージが増加しました。さらに、水平と、垂直のリコイルが減少しました。つまり安定するようになったということですね。さらに、リコイルの回復速度を上方調整しましたということで、これまたねリコイルの回復速度っていうのはこの揺れのちょっと回復速度みたいな感じなんですよね。はい、まあ、要は安定しましたよっていう感じです。さらに、射撃中の銃口の動きを抑えました。こちらも射撃中のリコイルがしやすくなりましたっていう意味だと思います。はい、ということでね、かなり強くなりました。はい、それとプラスでさ、アタッチメント、防弾プレートですね。はい、防弾プレートは DP28 と M249 の専用アタッチメントです。装着時に、伏せ姿勢で前方からの弾薬を防げますということですね。こちらに関してはね、まあ、少し検証したんでね、よかったらね、その検証を見ていってください。はい、ということでね、実はね、この2つの武器がかなり強くなったみたいなので、ぜひ皆さんもね、これを機会に使ってみてはいかがでしょうか。ということでございました。はい、ということで、今日の情報はこれぐらいで。今からマッチに行きたいと思います。よかったら最後まで見ていってください。さらにチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではやっていきたいと思います。はい、マッチングしました。それではやっていきたいと思います。俺間違って、イベントじゃないモードに来てしまったかもしれない。間違って普通のモード来ちゃったかもしれない。あ、間違って普通のモード来ちゃった。はい、ということで頑張っていきたいと思います。まあ仕方ない、間違ってきちゃったんで、まあ少しちょっとね、まあレート上げも兼ねてね、ちょっとやっていきたいと思います。皆さんよかったら最後まで見ていってください。ということで頑張っていきたいと思います。 PUBG モバイル、皆さんよろしくお願いします。いや間違ってイベントじゃない方に来ちゃったな。なんでイベントがわざわざ合ってるのにイベントじゃない方に来てしまったんだと言ったところですが、はい、やらかしちゃうんですよね。なんだろう、俺選択してなかったのかな。そんなことあるのかな。そんなことあったみたいですね。びっくりした。まあちょっとやっていきましょう。はい、ということでちゃんとね、あの2戦目、イベントモードやっていきたいと思う。ここでさっくりと、さっくりもドンカチしよう。うん、さっくりドンカチして、そこからねイベントモード行きましょう。仕方ない、もう来てしまったから迷惑をかけちゃうからね。もし来ちゃって、これで抜けちゃうと、迷惑かけてしまうんで、このままね、一旦、ドンカツしていきたいと思います。はい。あ、そうだ。じゃあ、これを機にさ、LMG 使おうぜ。今回。LMG 使っていきたいと思います。はい。どうやら、このために、来たかのように、LMG 使っていきましょう。盾付きの DP で勝つ。うわあ、お金いっぱいあった。よし。盾くれ、盾。来た、盾。はい。来ました、皆さん。盾をしっかりと購入していく。ということで、しっかりとね、盾付きをゲットしました。
ただし伏せて使用しないといけないので、しっかり伏せて打つみたいな感じのことをちょっとやっていこうと思います。はい、まあ、どうなんだろうね、この伏せて打つ強さっていうのはどうなんだろうね。コメント欄でも言ってらっしゃったんですけど、まあなかなか伏せて使わないよねっていう、であと縦ちっちゃいよねっていうことでした。はい、いや全くもってその通り、縦が少しちっちゃいよね。うん、私もそう思うので、まあでもね、でかすぎたら強すぎるんだよね結局。だから塩梅がねめちゃめちゃ難しい気がする、縦の大きさって。なんせやっぱ無敵じゃないですか縦って、当たっても効かないんで。やっぱりね、ちょっと調整ミスして強すぎたらやっぱダメじゃないですか。はい、了解。なんでまあ仕方ないっちゃ仕方ない。うん、慎重になるよね。あ、待って、249あるね。249にします。 Please recall me. Please call me. OK で、Please call me 190m ということで、まあ、しっかり起こしに行きましょう。起こしのプロなんで実は。で、249今盾を装着しております。はい、ということで、伏せて使っていきたいと思います。で、プリズコーミーに対していこう。サンベスマル、こっちに来い、いいものあるぜ。ね、もらってください。オッケー、これはボット、ボットちゃんがうろうろしていく。 LMG 最強、最強です。とりあえず最強って言っとけばいいっては思ってるわけじゃないんですけど、とりあえず最強っていうことを言っておくこと大事だと思うんですよ。車来たね。危なっ。 OK、 いきなり車で目の前に来るってすごくない？そんなことある？なんでわかった今の人？それがすげえ怖い。待って、なんかいなかったよ。OK? と、そこにいるわけよ。このね、裏ぐらいにいるんじゃないかな。めちゃくちゃ近くにいるよね。二人足と入ってるのか。Help! OK、倒していく。Excellent work! やばい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 、ちょっと待って待って待って。待って待って待って。やばいよー。あー、そんなことある？待って待って待って、おろおろ。あー、おー、ドンカツだ。よかった、これが249の力だ。盾付き249最強。はい、さあやってきました、ついにイベントモードです。念願のイベントモードに再びやってきた男、頑張っていきたいと思います。勝手にイベントのところに行っちゃおう。結局降りれてなかったしね。まあどうせならわちゃわちゃ感をね、試していきたいと思います。はい、復活も多分もらえるのかな。武道大会と一緒で復活もいただけるならね嬉しいんですけど、まあどうだろうね、ちょっとわかんないんで、まあしっかりここを占拠しに行きたいと思います。行きましょう。いるかな、いるよね、1枚。まあファイトになると思うんで頑張っていきましょう。わーお、オブジェクト建設中。何これ、なんかできるんだ、オブジェクト。あ、建設できなかった。オブジェクトを建設します。はい、これどうなるの。建設したよ。おお、できたよ。なんか出来上がったね。これは何、一体どういうこと、どういうこと。あ、なんかアイテムが散らばってる。そういうことか、アイテムがもらえるのか。ここのこれを一回解放すると。なるほど、そういった仕組みなのか、よくわからんけど、まあそういうことでしょうね。はい、ここに来るとアイテムを
もらえるということですね。はい、なのでぜひ皆さんアイテムもらいましょう。ただなんでね、いろいろ合成してみよう。コンバーター使いながらやっていこう。これと弾でいこうか。はい、おお、ストックナイス、めちゃめちゃいいじゃん。はい、これとかな、スタングレネード、あ、いろいろ作っていきたいと思います。お、なんかできたよ。なにこれ、車両ビーコン届けてくれる、強っ。こんなんあるんだ。これと、じゃあ、あ、なんかないかな、火炎ビーコン、これとこれでいこうか。あ、ちょっと待って、誰かやられてる。あー、あんなところでやられているのか。助けに行かなくちゃな。4番さんを起こしに行くんですが、敵がいつ来てもおかしくないと。トランポリンもいろんなものをゲットしましたね。やべやべって、あれやっちゃおう。 OK、 あれをやっておかないとね。わお、どうしたん？3番さん何にやられたの？え、早くない？なんでそんなスピードでやられて、あー、ちょっと待って、早くない？え、 Please recall me。 OK OK OK、 混ぜ混ぜして、ほら、さあこれでブッシュコンバーターで、さあこれでブッシュコンバーターで、何が、どういうことよ。アタッチメント、おお、これは美味しい、面白いな、これ、いろいろできるな。これと包帯とかどうだろう。はい、出来上がる。おお、なんか壺ができた。何これ、古代遺跡の原初の水、飲むとブーストゲージと体力回復します。でもアタッチメントもさ、結構こうやって拾ってさ、こうなんか適当に入れちゃったらよくない？そしたらなんかできたりするじゃん、これ。ほら。さあ、なんかできる。おー、サンスコだ。残りワンパか、それかバラバラにいるかって感じだね。おっと、危ねえ。バレてたか。Help! オッケーオッケー、起こすよ。向こうから撃ってきたのか。ということは展開される可能性もあると言ったところですが、 SR でぶち抜いてきたので、相手はもう俺の位置分かってるんで、ちょっと考えよう。これは回って倒そう。3番さん、ちょっと頑張ってくれ。やられないようにしてくれって言ったら私も援護できるんで。おっと、オッケー、あと2人か。うわー、やられちゃった。はい、ということでやられてしまったんですけど、イベントモードやっぱり楽しいですね。はい、皆さん一緒にイベントモードを楽しんでいきましょう。ということで本日の動画は以上になってます。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。また次回お会いしましょう。じゃあね、バイバイ。